はい、ではクロノクロス続きやっていこうと思います。ではね、前回からですね、あれ龍の、あ、古龍の砦っていうところをねちょっと攻略していて、で前回のね4色の、クリスタルみたいなのを解放したら、こう真ん中に部屋が出てきました。なので今回はここからやっていきます。あ、なんだこいつ、おお、万博にいそう。万博サンフェイサー、あ、なんか表情があるね。とりあえずちょっと通常こ、あ、これもあれかな、エレメントで攻撃してた方が口づけ、えっ、ブチュー、キモいキモい、モード変化って。あ、今度悲しんでる、あ、悲しんでる。面白い敵だな。スティールスティール、とりあえず盗む。よし、ネジ、エレメントでコメント、まあ、白だからあんまり効かなさそうだけど、でも黒のマス全然上げてつけて、あ、やっぱ効かないよね。そうだよな。防御して、防御して、センシティブ、魔法防御力ダウン、デバフか、どれがいい、モルトストーン、以上、うん、全然効かないな。効かない場合はもう通常攻撃で攻めてた方がいいかなってちょっと思ったりもするけど。ウォール、あ、魔法防御力アップ、モード変化、めっちゃ避けるやん。なんか今までなんか攻撃やってこないけどさ、なんかそのうちなんかめちゃめちゃ一撃必殺的な技繰り出してきそうで怖いなこいつ。うわお、てい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 、全体技だけど、じゃあ全然効かないね。コットン、あ、ついに来たぞ、攻撃、白攻撃51、わー、ちょっと待って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 、よくないよくない、これこれよくない、これよくない、わーわー、モード変化、リカバーしよう、リカバー、クロの技覚えてないっけ、何かないね。フィールドがちょっとがぜん有利になっちゃってんのがね、敵にとって別の属性でやってった方がいいかな。あ、ヘビーブローってあった、ゼロ、あ、なに、ヒールウィンド、そっか、全体回復、お、いいねいいねいいね、防御しよう、みんな防御、口づけ、ブチュー、あ、なんか状態異常なってるよ、ちょっとなんだこれ、どこ攻めていったらいいのか分かんねえな、これエレメント、
モード変化。こいつ、あ、でもなんかぐったりしてる。これはあ、まだか。あ、終わったかな。あ、よかった。どれが一番効率いい、いい倒し方か分かんなかったけど、まあよかったよかった、倒せれば OK、 勝てば完全ですよ。ありがとうございました。イエーイ、よし、あ、なに、あ、まだもう一箇所あんのか。お、今度ここから進めってことね。セーブしよう、セーブ。はあ、ね、前回からねちょっとね母性ラッシュ続いてますから、ね、まあ、ほんと楽しいからいいんだけど。 OK、 よし、じゃあ進むぜ。さあここから、あ、なんか下とか上とかあるぞ。これ何かの装置のようだが今は動いていない。上に行けばいいのかな。割れた卵が入っている。うーん、上に行けばいいのか。でここからさらに上、ここにあるね。でもここからはいけないってことは、こっちから回っていくのね。あれ、これさ一番最初に来たところじゃない。一番最初あのコックの親父とさいたところ、あとキッドと、あー、つながったな。戦ってこう。これも誰だ、これはアカシア竜騎士団の人、アカシア兵だね。ちょっと最初からねちょっとパーティー変わってしまいましたけれども、コックの親父のところにポシュルっていうね。マジか。でもストーリーでいうとこう、あの、どのように進んでんだろうね。よし、オッケー。なんかゲットできたぞ。ノースクロースだっけ、装備品かしら。あ、なんだ、エレメントか。はあ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 。エレメントの入れ替え全然してないな。なんかいいやつがあったら、ちょっと配置しようかな。ディスパース、なんか攻撃系でいいやつがあれば。ノースクロス、あ、これデバフか。衝撃波が突き抜け、ウーハー。トルネード、トラップを張る。なんか今かはなかなか変えらんないよな。やっぱ回復大事だからこのゲーム。
たわよ。おお、あ、なんかまたちょっと可愛い系のボス、なんか似たようなやつなんかいなかった、別のゲームかなんかで、なんか既視感のあるフォルムだな。赤なんだ。へえ、黒じゃないの属性。へえ、じゃあアクアボールで青が通るよね。お、いいね、138。いいね、いいね。お、フリーズある。フリーズ、お、いいですね。なに、何してくる。あ、なんか、は、な、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、なにこれ、キモえ、一気にキモくなったんだけど。スティール、盗め。あー、盗めなかった、畜生。一気に強くなったやつか、これきっと。うーん、アクアビームがある。これもしかして属性変わったとかはない、大丈夫かな。21、あ、クラウンは、あ、あ、闇になってるってことは、コメット中身が出てきて黒になった。166、いいですね。防御するって、グラビトン、白のエレメントだったらたくさんあるもんね。よし、コメット撃て。いいぞー。お、コメットプラス1、いけこれは楽に倒せそうな予感するな。205、ワホ、いいね。フリクション、もうボールペン思い出しますけども。あ、ちょっと待って、嘘やっちまったよ。ごめん主人公、なんか何回もなんか主人公ペロらせてんな、ゆかペロ。はい、なんでだろう、主人公なんかめっちゃ防御が紙のような。あー、ようやくレベル3だ。あ、強いね。回復しようか、回復。ちょっと調子に乗り下げましたね か。お、いいね。どうよ、まだか。あ、倒したか。
ありがとうございました。主人公ごめん、ありがとうございます。さて、じゃあこれで、ここで最後かな。ショートカットに戻れないの？戻れないのか。ヘルメット回復しとこう。タブレット。ついにここだね。一番最初、あの夢のところで出てきた時にはさ、ここ行けなかったんだよな。でもセーブシーンに戻った方が良かったかしら。お、来た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 。無表情で、サイコパスやん、主人公。あ、よし、行くぞ。来たか、待ちわびたぞ。お前たちに恨みはないが、我らの計画の障害となるものは排除せねばならんのだ。悪く思うな。あー、はい。まだ大佐戦ね。お願いします。まずは小手調べだ。あなたは黄色属性の方なんです。調子の乗りすぎ注意だな。さっきのバトルね、ちょっと調子に乗って白のエレメントぶっ壊した結果、主人公死にましたからね。重力感、おお、なんか盗めるか。スティール宝くれよ。お、いいね。スタミナリング、お、良さそうな気がする。98。お、ナイスナイス、よう避けたな、えらい。するか。よし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 。まだ回復はいいよね。技が結構かっこいいですね、名前が。わお、ちょっと待って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 、ここは回復でいこう。ビルウィンドかな。いいですね。
もう多分疲れてないおっさん。やばい、ご老体に響きますか。どう？よし、ありがとうございます。竜騎士の固定めっちゃ上手そう。こいつはなかなか手応えがあるな。だが次はそうはいかんと、こちらも全力で。えっ、おい猫、この地で動くのにはあなたは非常に役に立ってくれた。感謝しているよ大佐。しかしもうあなたに用はないのだ。この砦があなたと騎士どもの墓標になってくれるだろう。安らかに眠ってくれ。すまぬ、リデル。娘さんだよね、リデルって。さて、お前たちにはここで死んでもらおうか。行くぞ、山猫。お前だけはぶっ飛ばす。さあ、じゃあ今回ここまでにしておこうかな。じゃあ次回は、山猫戦からやっていこうと思います。お前、雑骨大佐を裏切ってまで、ちょっと何がしたいんだ、お前は。はい、じゃあお疲れ様でした。